はい、ということでですね、ちょっと前にですね、僕が出した動画でですね、そのトマホークさんのチャンネルにですね、上優さんと、村田ラムさんが、出演された回に、ちょっとね、僕のチャンネルの方でも一本撮らせていただいて、で、ちょっと宗教問題の解決がね、ある男のせいで遅れていますという動画を出して、ちょっと下にリンク貼っておきますかね。ジャーナリストの藤倉義郎という人物がいまして、ちょこちょこね、その幸福の科学アンチみたいな活動を20年30年やってきたみたいな人なんですけども、この彼がですね、ちょこちょこいろいろつっかかってくるというので、で、宗教二世問題みたいなのに取り組む時とかも結構割と妨害、工作みたいなのを結構やってて、それで解決ができないと困ってるということで、その村田ラムさんがね、藤倉さんと親しくされてるんで、ちょっとこうやって嫌がらせみたいなのをやめてくれませんかみたいなことを、ちょっと伝えてくださいみたいなことを言って、じゃあアンサー動画作りますっていう、ことだったんで、それもですね、3本立てで、動画をね、作ってくださって、で、パワーポイント69枚と、パワーポイント69枚ということでですね、3本動画を作ってくださったわけですね。で、それ3本でちょっと、全部見ました。で、それに対してね、またアンサー動画出してくださいっていうことだったんで、ちょっとね、それを見た感想と、ちょっとね、ちょっと物申すみたいなことをね、やろうと思います。はい。ということでですね、ちょっとね、経緯についてはもう話すと長くなるんで、ちょっと前の動画貼っとくんで、ちょっとすいません。それを見て、この藤倉氏と、僕とのね、いろんないざこざみたいなのをね、ちょっともう一回、見直していただければと思うんですが、まずね、いや、まずは69枚をね、わざわざね、パワポ、作ってくださってね、いや、ありがとうございました。で、動画もね、面白かった。動画面白かった。そう、面白かったから、いや、本当にね、時間と労力をかけてね、やってくださって、ありがとうございますっていう、ことでした。なんだけど、ちょっとね、言わしてもらいたいことがあるんだけど、いろいろなんかその、広志は事実誤認が多いみたいなことをね、結構いろいろ、言ってるわけなんだけど、いや、ぶっちゃけ、そんな違くなくないって思った動画見て、そう、広志はなんかその、情報の発信が適当だみたいなこと言ってるけど、いや、なんかその、なんだろう、それって、なんか客観的事実が違うっていうよりも、その、お互いの主観が違うっていうだけの話であって、その、なんだろう、それは別に客観的事実として違うわけじゃないなって思ったことが、非常に多かったし、藤倉さんの言ってることは、ちょっとヘリクスっぽい感じで、なんか、受け狙ってるのかわかんないけど、はぐらかしてるんだろうけど、なんかその、全体的に見たら、別になんか、あれ、そんなになんか事実関係としては、ほんな別になんかお互いの認識はずれてないんじゃないのかなって思ったから、なんか、なんだろう。いや、なんか、ヒロシはめちゃくちゃなこと言ってるみたいなことですけど、いや、そうでもねえじゃんって思った。大体、大枠で見たら大体一緒だねっていう、話で、特にだからなんか僕がめちゃくちゃなことを言ってる風に言ってるけど、いや、意外とこうやって藤倉さんの主張を聞いてみたら、いや、大して別に、なんかずれてなくねって思ったっていう話。しかも細かいからさ、どうでもよくないそこみたいな。感じ。そんな大きな問題じゃないでしょうみたいな。ところを、なんか、ねちねちと言ってるから。いや、別にそれそんな、なんか、大したことじゃなくねっていう風に思いましたね。そんなにだから僕は間違ったことを特に言ってなかったんだなっていう。なんかすごい大きな何か とてつもない勘違いをとかをしちゃって、言ってるんだったらなんかそれはごめんなさいって感じになるけど、なんか動画を見た反応を見た感じだと、それはなんかその捉え方の違いっていうか、だから別に何かそのあった事件自体はそんなに間違ったことを言ってないんじゃないのかなっていう気がしたから、そんなに別になんか、俺めちゃくちゃなこと言ってたわけじゃないんだって、いう風に思いましたね。あとは、何かな、なんかその、なんだろう、ぶっちゃけどっちもどっちじゃねって思うことが多かった。その、昇進法御免許が宗教ヘイトだとか言ってるけれども、でもこれもう村田ラムさんもツッコミでしたけど、そのね、流行の金ピカ流法像蹴ってんのとかも、ぶっちゃけ変わんねえだろっていう話だから、何なんすかね、どっちもどっちだねって思った。確かにね、僕のやってることもね、確かにちょっと過激な部分はね、あったかもしれない。それは確かに反省することはあるけども、いや、どレベルだぜって正直思った。って感じかな。あとね、そのなんか、そこを言われてもしょうがないんだよなって思ったのが、その、上優さんのことをすごいめちゃめちゃしてたから、その上優と関わるとはうんちゃらかんちゃらみたいな、そこ関係なくねみたいな。それは別になんかその、僕のやってる活動
とそのね、上優さんが関わることっていうのは別になんかそんなに大して関係ないわなって思って、まあ、上優さんも上優さんでね、まあそれはまあ過去にオウム時代にやったことはあると思うけど、一応もうね、しっかりとまあ刑期を終えてらっしゃるわけで、今もね、何かこのまあオウム時代にやろうとしたそのテロ行為みたいなこととかをもう一回やろうっていう意思はね、僕は感じないから、今から何かをやろうっていうことはもうないと思うのよ。うん、だからもうなんていうか、その歴史の証人的な感じで、もうウォッチャー的な立場に徹してると思ってるんだよね、僕は、上優さんは。だから別に、まあ、いろいろね、トークイベントとか YouTube とかは別にご一緒させていただいても大丈夫だなって思ってるから僕は別に関わってるだけであって、まあ、やっぱり専門家としてのね、あと実際の、まあ、なんていうか、実際その、まあ、カルト宗教の本当に中枢にいたっていう人の意見としては、それは貴重な、資料的価値はあるから、別にそういう人の話を、まあ、聞く場を設けるってことは別に僕は悪だと思わないし、それが宗教二世問題の解決を遠ざけてる、とは僕は思わないから、別にそこは、なんか、そんなに言うことじゃなくないっていうか、別にそれは僕自身とは関係ない話じゃないって思うから、なんか、上優さんのことをしきりに言ってたけど、まあ、それって別になんかそんな重要な論点じゃないよなって思った。うん。っていうかまあ、藤倉さんの言ってることが全部重要な論点じゃないんだよね、申し訳ないんだけどいや枝じゃねっていう全部枝葉末節のことばっかりなんかチク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 言ってるから、もう何なんだろうこの人は、寂しいのかなみたいな感じいやそこどうでもよくないみたいな、うん、ことばっかりね言ってるから、うん、何なんだろう暇なのかなって感じですかね。うん、まあ実際ね、うん、まあ暇、てか寂しいんでしょ劉邦死んで。ね、藤倉さん。ね、寂しいでしょずっと20年、30年、追っかけてきたね。その、まあ劉邦ちゃんが死んじゃって、この先どうしたらいいか分かんないんじゃないの？うん、なんか、やることがなくなっちゃって暇なんじゃないですか？ね、だからなんかこうやって、まあ僕とかにね、絡んで、なんか、ちょっと、寂しい心を、劉邦ロスを満たしたいんでしょ？うん。っていう風にしか僕は思わないけどね。うん。っていう、まあ、そんな感じかな。ただ絡みたいだけなのかなっていう、まあ、感じがした。うん。あとね、思ったこととしては、あれでもね、やっぱりその、最大の矛盾点は何かっていうと、まあ、動画ではちょっとしか触れられてなかったけど、これはね、僕、なんかツイッターかなんかで言ったかどうかわかんないんだけどさ、まあ、藤倉さんのこの矛盾ですね、ダブルスタンダードなところがあると思ってて、まあ、それが何かっていうと、この藤倉さんがですね、コラボを擁護してるんですよね。その、なんでコラボを擁護してるのかが全く意味がわかんないんですよね。カルトじゃんだってあれ、どっからどう見たってカルト宗教じゃん。で、僕、コラーキさんと一緒に突撃した、動画ね、多分それまだ残ってると思うけどさ、どっからどう見たってカルト宗教でしょあれは。うん、それを擁護してる意味がわからないし、じゃあなんだカルト宗教カルト問題やるって言うんだったらコラボを違反しなきゃ、それはまあ筋が通らない話だと思うんで、うん、なあそれはダブスタだねって普通に思うから、じゃあなんで藤倉さんはコラボを擁護するんですかっていう、うん、なんかそれはわかんないんだけども、まあ周りにかかってる人とかなんとなく見ると、なんかちょっとね、左翼のなんかそういう、まあ共産党とか立憲とかのなんか関係者とかからなんかね、うん、まあなんかちょっとまあ支援してもらってんのか何なのか知らんけどね、うん、なんかそういうのとかあるんじゃねえのって思って、なんかそういう利権に絡んでコラボを擁護してるんだったら僕はそれはダブサだと思うし、それはジャーナリストとしてはもしそういう理由があるんだったらそれはダメなことだと思うから、うん、なんかそのコラボを擁護する正当な理由っていうのを僕は聞きたいですね。うん、でそれが正当な理由があるんだったらそれは納得するけれども、そんななんかね、あんなカルト宗教を擁護してる人になんかなんだヒロシがやってることはなんか適当だめちゃくちゃだとかなんか変なやつと絡むなとか言われてもさ、いやそんなコラボ擁護してる人に言われたくないよっていう話だから、いやそこはね、ちゃんとした理由を聞かせてほしいですね。はい、まあそういうんであればね。はい、まああとはあれかな、うん、まあ、とりあえず、まあでもね、ちょっと、まあ、悪い人じゃないのかなって思った部分もあって、署名ね、統一教会の解散署名、まあそれ一番最後の動画で、その署名してくれてありがとうって、いうふうに、まあ言ってたんで、まあ素直なところもある人なんだなっていうのは思いました。まああれはね、ちょっと小川さゆりさんに、まあちょっと、あの時頑張ってたから、僕は、まあちょっと藤倉さんのあれがあったから、ちょっと、うわ、嫌だなって思ったけど、まあそれはちょっと小川さゆりさんの、まあ、まあ、ちょっと気持ちを、まあ、なんていうか、まあ、組むじゃないけど、うん。まあ、なんで僕はちょっとそれにすることをしたんだけど、うん。なんかね、なんだろう、トゲトゲしすぎなんだよね。そう、藤倉さんは。なんか同じような活動してても、ね、これ言うと、まあ、多分、これ一番言われたくないんだろうけどさ、鈴木エイトさんとかもっとうまくやるじゃん。なんか人間関係とかさ。で、これさ、申し訳ないんだけどさ、やっぱりね、エイトさんと、藤倉さんずっと一緒に今やってきたわけであって、なんでエイトさんだけが、テレビに呼ばれるかって
って言ったら、まあ、そういうとこ、その喧嘩しなくてもいいとこで喧嘩しないから多分呼ばれると思うんだよね。だからテレビ側からしたら使いやすいっていうか、藤倉さんはなんかこういうなんかその使用の説っていうか、枝のとこにこだわっちゃってすぐ喧嘩するから、だから使われないんだよ。そう。で、だからみんなから煙たがられちゃってさ、なんかその、なんだろう、本当に、まあ本当の意味でカルト問題を解決したいって思ってんだったら、なんかその争わなくていいってことは争わないっていうか、うん、まあそういう姿勢も必要だと思うわけよ。まあ、もう今更ね、もう何十年やってきて、もうその性格なんだったらもう変えようがないのかもしんないけど、なんかその、まあ多分藤倉さんが、そのね、今まで20年、30年頑張ってきたのに、その、エイトさんだけね、ああやってテレビいっぱい引っ張りだこになって注目されちゃって、なんかその、まあ、なんか気分が悪いってのはね、まあそれはわからんでもないけど、でもさ、それ喧嘩するからじゃんっていう、そう、喧嘩するからさ、そうやって、呼ばれないんでしょっていう、嫌がられるんでしょっていう。だからいらんとこで喧嘩ね、その枝葉のとこで喧嘩すんのを、もうちょっとやめたらって思いました。ラムさんの方がうまくやってるじゃん、なんか。別になんか女優さんとも別に普通に話すし、だってかつてね、アリフに潜入して、その時は敵同士だったけど、まあ今はね、なんかその、まあね、動画とかでも共演できるし、みたいな。だからその、なんかこいつはかかるな、あいつはかかるな、みたいな。ね、まあヒロシはかかるな、女優とかかるな、みたいなことを言ってたらさ、みんなだからその、めんどくさかって近寄ってこなくなるんだよね。だから、永井秀勝さんとかが多分それで一番、まあ、被害を被ってるわけなんだけど、別にいいじゃん、別にもう、そんな、なんか一緒になんか、その、わかんないけども、新しくね、なんか、団体作って、信者集めますとか、そういうことやんなきゃ別に、まあ、話そうが別に、トークイベントを一緒にやるぐらい別に、僕はいいと思うんですけどね、そんなに目くじら立てなくたっていいじゃないっていう、話でね。まあ、だから、なんだろう。まあ、細けえし、枝のことばっかり言うし、なんか本質を解決したいんだと思うんだったら、なんかもうちょっとその我慢しなきゃいけないとこは、我慢、しないと、なんか、活動うまくいかなくなりませんかって、僕は思うけどね。まあ、とりあえず、まあ、そんなとこかな。まあ、まとめると、まあ、細けえし、そこどうでもいいよっていうことばっかりだし、大枠じゃ別にそんな間違ったことは、僕は言ってないなって思ったのと、まあ、わかんないけど、まあちょっとコラボの件に関してはちょっと納得いかないからね。まあそれはちょっと説明が欲しいなっていう、まあところと、まあただね、まあその、寂しい思いをしてる、劉邦が死んじゃって、寂しい思いをしてるエイトさんばっかり引っ張りだこになって寂しい思いをしてるって、その気持ちはわかる。だから、まあわかりました。まあなんかじゃあ、どっかでイベントやりますか？どっかね、この前ね、ちょっと大阪行った時に、大阪のね、ロフトプラスワンウェイトさんからね、なんかその、まあ、今度藤倉さん呼んで一緒にやりますかみたいな話も出たりしたから、まあ、一回やります？なんか、まあ、別に、僕ももう、そんなね、僕は喧嘩したくないから、そもそも喧嘩したくないから、そう、だからもう、なんか通報とかそういうのやめてほしいから、っていうだけだから、僕の要望としてはね、通報とか、まあ、あとなんかね、まあ、妨害行為みたいなのをやめてほしいっていうだけだから、僕は別にそんな藤倉さんを攻撃する意図とか、まあ、ずっと最初から言ってるけど、ないので、まあ、一回やりますか。じゃあ、トークイベントね。また、通報はなしにして、本当に。マジで、それはお互いの約束として。通報はなしで、まあ、ちょっと、他にも言いたいことはあるでしょうから、まあ、まあ、ちょっとぶつけ合いましょうよ。一回じゃあ。まあ、ちょっとじゃあ、一応、まあ、これをもってアンサー動画として、あとはなんか、ちょっとトークイベントでやりませんか。はい。まあ、ちょっと、はい。いいってことだったら、ちょっと、まあ、大阪でもいいし、まあ、東京でもいいですしね。どっちでも、はい。都合つけますんで、はい。そんな感じでやりましょう。じゃあ、一回。よろしければね。ということで、ヒロシさんへのアンサー動画、に対するアンサー動画と、いうことでございました。はい。まあ、一回ちょっと、まあ、話すのがいいんじゃないのかなと思ったんで、はい。嫌じゃなければ、お願いします。はい。じゃあ、そんな感じでよろしくお願いします。